はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、独学で宅建に合格できる人と合格できない人の違いについてお伝えできればと思っております。もうこの合格できる人とできない人の違い、もう細かいこと言ったらもうすごくたくさんあるんですけども、その中から3つ厳選してお伝えをいたします。まず、計画についてですね、もうこれはもういろんな動画でお伝えをしてるんですけども、もう今回もお伝えさせてください。もうこれはですね、もうそれぐらい重要なんです。重要です。で、合格できない人の、計画の立て方っていうのは、1日丸々時間勉強しようっていうふうに、何時間っていう勉強時間を目標にするんですよ。一方で合格する方っていうのは、勉強時間で計画立てるんじゃなくて、目標を立てるんじゃなくて、どこどこまで勉強しよう、P 何ページまで勉強しようっていう風な計画の立て方をするんですね。これすごく大きな違いなんです。これなぜかというと、例えば1日1時間勉強したと仮定して、進む時もあれば全然進まない時もあると思うんですよ。難しい内容だったら全然進まない、簡単なところだったらすごく早く進む、で結果的に1ヶ月後どれだけ進んでいるかっていうのがわからないっていう話なんです。まあ2ヶ月後でも3ヶ月後でもいいです。どこまで進んでいるかわからない。つまり全然先が見えないんですよね。そうすると、今現在があって、試験日、10月の3週目の日曜日、これ試験日ですよね。ここまでで合格できる実力をつけておかなければいけない。例えば、ここまでの間に過去問10年分を8割解けるようにしておこうっていう計画を立てたと仮定したときに、具体的に何ページやるっていうふうに決めていなかった場合、試験3ヶ月ぐらい前になって全然進んでいないっていう可能性もあるんですよね。これは時間で目標を設定しているからなんですよ。もちろん1日3時間4時間やるって言ったのであれば、それ以上のところまで行ってるかもしれないですけども、あくまでもここで言いたいのは、時間で計画を立てる、時間を目標にすると間に合わない可能性が出てきますよっていう話をしたいんですよ。だから合格する方っていうのは、勉強時間で目標を決めているというよりも、今日は何ページまでやろうとか、今日はこの分野をやろうっていうふうに、やるべき部分が明確になっているんですね。なので、もしあなたが何時間勉強しようっていうような計画の立て方をしているのであれば、それはやめた方がいいと思います。今日はこの分野を勉強しよう、もしくは何ページまで勉強しようっていうふうに計画を立ててください。つまり時間で勉強を立てるのではなくて、何を勉強するのかっていう対象ですね。対象を目標にして、毎日毎日やるべきことを明確にしていきましょう。そうすれば、1ヶ月後、2ヶ月後、どこまで勉強が進んでいるのかっていうのが明確になるわけです。で、例えば1ヶ月後に、ここまでやっておかなきゃいけない内容が、ここまでしかできていないっていうのであれば、この部分だけが遅れている部分ですよね。この遅れている部分も明確なんですよ。何ページ遅れているなとか、何問遅れているなとか、何分野遅れているなっていうのが視覚化されてわかるわけですよね。そしたらまた計画を立て直して、もう一回勉強を再開することができる。なので修正を加えることができるわけですよ。こっからこのようにね、持っていったらいいわけですよね。なんで、計画を立てるときは時間じゃなくて、何を勉強するのかっていう対象、これを明確にしておきましょう。で、二つ目は集中なんですよ。集中。合格できない人っていうのは、集中して勉強していません。一方で合格する人っていうのは集中して勉強しています。例えば2時間勉強しました。毎日2時間勉強していたとしても、その時間集中していないのであれば、勉強した効果ってあまり高くないんですね。まあほぼほぼ頭に入っていないんですよ。一方で集中して勉強している方っていうのは、例えば10分であったとしても、その10分集中しているのはその部分っていうのは頭にやっぱ残りやすいんですよね。だから弊社の受講者さんに対しても言ってるのは、短時間でもいい、短い細切り時間でもいい、5分でもいい、1問2問だけやるでもいい、その勉強している時間だけ集中してくださいってお伝えしてるんですよ。実際受講者さんの中で、まだ1歳にも満たないお子様を、まあ、シングルマザーで一人で育っている方いらっしゃいました。で、自分自身、子育てもしながら家事もして、で、仕事も2つ掛け持ちをしてっていう方いらっしゃったんですね。体力的にもやはりきつい、体力的にもきつい、また時間もない、そういった中でその方にやっていただいたのは、お子さんが寝ているもう5分とか、そういった時間に集中してやってくださいと。5分とか10分っていうその短い時間をたくさん1日の中で作っていただいたんですね。仕事が終わった後、5分だけ勉強してから保育園行ってください。
また保育園送ってから仕事場に行く、その間も5分だけ勉強してください。つまり教材は常に持っていただいたんですね。常に持っている。で、自ら5分だけ時間を作って勉強をたくさんやっていただく。この5分っていう時間をたくさんやっていただくってことですよ。長時間やるというよりも短い時間をたくさん作るってことをやっていただいたんですね。はじめは一つだけです。例えばお子さんが寝ている間に5分だけやりましょうみたいな感じでやっていただく。で、それが習慣化したらまた別のところで5分作るっていった感じで徐々に徐々に増やしていったんですね。で、そのようにしてやっていただいて1回で合格していただきました。なので集中して勉強する時間っていうのがすごく重要なんですよ。多くの方が忙しくて勉強できません。そういった方いらっしゃいます。でもそれは忙しいじゃなくて、自分自身で勉強時間、本当に5分とか本当に作れませんか？作れるんですよ。だそういったところをちゃんと作って、その時間集中していれば合格に近づきますんで、ぜひ短い時間でもいいので集中して勉強していきましょう。で、そこで重要なポイントっていうのが2つあります。現在集中して勉強できていないというのであれば、この2つを変えましょう。1つ目、勉強する時間帯を変える。例えば、毎朝勉強していて、これ集中できないなと思うのであれば、一層夜に勉強するとか、勉強の時間帯を変えちゃうんですね。昼勉強するとか、昼もご飯食べた後勉強するんじゃなくて、ご飯を食べる前に勉強するとか、帰宅してから勉強できないのであれば、帰宅する前に勉強するとか、仕事が終わって家に帰る前ですね、その間で勉強するみたいな感じで、時間帯を少しずらすだけでも集中して勉強できる可能性って出てくるんですね。だからいろいろ試してみるっていうことが重要です。そして二つ目、勉強場所を変えるということです。勉強場所、多くの方が自分の部屋の机とかで勉強してると思います。でもそこだけが勉強場所ではないんですね。主婦の方で意外と多いのが、キッチンで勉強するって方もいらっしゃるんですよ。そこっていうのが自分自身の、テリトリーっていうのかな、自分だけの場所っていった、感覚なんでしょうね。あと私はお手洗いとかでも、一問二問やってましたね、勉強。あとお風呂とかでも一問二問やってたんですよ。本当に少しだけですよ。もうお風呂なんかね、浸かりながらなんで、もう5問とかやってたらもうのぼせちゃってできないんですけれども、まあ、一問二問ぐらいならできるので一問二問やってました。その勉強する場所の部分だけコピーを取って、そのコピーをお風呂に持ち込んで2問だけ解くとかいうふうなことをやってました。このように勉強場所っていうのはどこでも勉強場所になりうるんですよね、教材さえ持っていれば。だから今やっている勉強場所で集中ができないっていうのであれば、勉強場所を変えてみる。いろんな場所でできますので変えてみる。ファミレスでもいいですし、今言ったようなお手洗いでもいいし、キッチンでもいいし、お風呂場でもいいです、リビングでもいいです、どこでもいいです。いろんなとこで試していただければ、自分に合った勉強場所を見つけることができるので、ぜひやってみてください。で、続いてですね、確認作業ですね。これやっていない方多いんですよ。計画立てて勉強する。でも、その勉強したことに対して、ちゃんと実力がついているのかなって、確認しない方多いんですよね。で、これをやらないと、試験前になって間に合わないってことにもなりかねないので、やった部分についてはちゃんと確認しましょう。まあ、復習って言ったイメージでもいいですね。で、例えば小テストをやってみたりとか、あと類題ですね。これまでやってきた内容と似たような問題をやってみるとか、そういったものでも構いません。実際合格しない方ってあまり復習しないし、確認とかやらないんですよ。まあ、とりあえずどんどん進めていくってことをやっちゃうんですね。なのでぜひですね、確認作業も行っていきましょう。これは例えば1ヶ月に1回行うとか、2週間に1回行うとか、これも期限決めてやっていただければいいと思います。まあ、それ以外でもやはり合格できる人とできない人の違いあるんですけども、もし今回お伝えをした3つの中で合格できていない部類に入っているのであれば、合格できる人がやっているような習慣、こっちにシフトチェンジしていただければと思います。そして弊社リトスは短期集中実力アップ講座を行っております。法律式は全くゼロの方であったとしても、5月6月からでも合格できる。これが宅建試験なんですね。やり方を間違えなければ1回で合格すること可能です。弊社の短期講座の受講さんでも3ヶ月で一発合格した方いらっしゃいます。その方っていうのは中卒で元とび職、法律知識も全くゼロで、中学校でも勉強をほとんどしていない、そういった方、たった3ヶ月で1回で合格しました。これは弊社の短期講座の教材を使っていただいたからなんですけれども、弊社の短期講座の教材っていうのは問題を解くだけで理解学習ができるようにしているんですね。なので
問題の解説が非常に細かいんですよ。だから問題を使いながら基礎的なところも頭に入れて、さらに応用問題も一緒に頭に入れていく、応用的な部分も一緒に頭に入れていく、理解を深めていくってことが可能なんですね。調べる内容も非常に少なくなっております。調べなくてもその教材、弊社の短期講座の教材の解説を見ればわかるようにしているんですね。なので無駄な勉強しなくてもいいっていうのが弊社の短期講座の大きなメリットになってきます。またこれまで勉強してきて理解ができていないなっていう方もぜひですね、短期講座ご検討ください。理解できていなかったら宅建試験、これまでどれだけ勉強していたとしても合格するのは難しいです。実際毎日2時間勉強している方、1年間勉強していても合格できない、そういった方もいらっしゃいます。何年間も落ち続けているこの方っていうのは、勉強していないから落ち続けているんじゃなくて、勉強の仕方が悪くて落ち続けているんですね。理解ができていなくて落ち続けているんです。この理解ができない理由っていうのは、その教材に理解すべき内容が載ってないからなんですね。実際予備校の教材もそうだし、通信講座の教材もそう、市販の教材もそう、大体が理解すべき内容まで載っていません。なのでなかなか合格するのが難しいんですね。一方で弊社の短期講座の教材っていうのは理解すべきところまで載ってますんで、短期間で実力を上げることが可能です。もしあなたが今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。